はい、どんちゃー、ササヤンです。本日もニュースをつついていきましょう。今日前半の話題は訪日中国人が激減するということで、一部のマスコミは旅行業界が大激だーみたいなことを言ってるんですけれども、心配ご無用、日本は今後も絶好調です。くだらん中国のプロパガンダやめてくれってお話と、後半は中国からの迷惑電話がそろそろ止まる気配が出てきましたんで、その辺裏事情を交えながらいろいろ突っ込んでお話しします。僕の喋りを聞いて目のつけとかいいねと思った方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。それでは早速、まずは訪日中国人の話題の方から。中国メディアの人民網より見出しがですね、中国国慶節の海外旅行は日本が一番人気、訪日観光に影を落とす汚染水海洋放出ということで、本文を抜粋して読んでいきましょう。中国文化観光部はこのほど団体旅行を再開する国と地域のリスト第3弾を発表したが、海外旅行先の人気に変化が出た。オンライン旅行サービスの提携旅行網は、これは日本名ですね、トリップドットコムっていう名称でやってる会社なんですけれども、その団体ツアー検索件数を見ると、8月17日の時点で日本の検索件数がシンガポールを抜いて1位となり、日本行き団体ツアーの予約件数が前月同期に比べて 90% 近く増加。建国記念日にあたる国慶節に出発する日本団体ツアーの商品は前月の6倍以上にもなった。はいはい、ストップストップです。先月の6倍以上で100本なんつって言っておりますけども、そもそも8月10日以前はですね、中国は日本に対してコロナ明けで団体旅行はまだ早いと言って制限をかけていた状態なんで、制限中の7月と解禁後の8月と比べて6倍以上の予約がと言われても、ちょっとないってか分かんないって感じですよね。本当意味わかんないんですけども、で、団体ツアーの責任者はこれまでのデータによれば、国慶節前後に日本ツアーは爆発期を迎えるはずだったと述べたが、日本が汚染水の放出を開始したことが影を落とし、観光客の一部は国慶節に予定していた日本旅行の変更を考えるようになり、団体ツアーのキャンセルを問い合わせる観光客も一部いた。へえ、あ、そうですか。勝手にすればと思いますけれどもね、と。で、ある大手旅行会社の責任者は、当社ではここ数日、一部のお客様が相次いで日本団体ツアーをキャンセルしたほか、もともと国慶節の連休期間に日本旅行を予定していた一部のお客様が、今は様子を見ていて予約が確定しない状況だと説明した。別に無理してこなくても結構です。現時点でもインバウンドがバッコンバッコン入ってきていて、オーバーツーリズムになってますんでね。このオーバーツーリズムというのはですね、観光客が増えすぎた結果、ゴミのポイ捨てだとかね、マナー違反が横行したり、バスやタクシーが混んで乗れなくなってですね、そこに住む地元の方々が被害を被っていることをですね、オーバーツーリズムって言うんですけども、もうすでに京都だとかね、鎌倉だとかいった観光名所ではそうなってきていますんで、日本に来たくないってならどうぞ別のところに行ってくださいと。で、ニュース番組新聞網が26日、日本への航空券が値下がりしていることを伝えた。これまで1万元、約20万円を超えていたが、一部が大きく値下がりしたという、消費者のリーさんは、もともと国慶節の連休は日本に行く予定で準備も始めていましたが、ここ数日、汚染水の海洋放出という出来事を目の当たりにして、友達と連休中の旅行先について考え直すことにしたと話した。そんな中国の皆様におすすめの良い旅先がございます。今、世界が注目しているアジア最大級のろうそくの祭典、別名、ソウル市内ろうそくではです。こんな感じで綺麗でしょ。すごいロマンティックだと思いますんで、そっちに行くことをおすすめしますよと。で、この動きについて旅行会社で CEO を務める張さんは、日本の汚染水の海洋放出は今週以降、中日間の経済貿易往来に影響を与えることになるとし、旅行市場を見ると日本は中国の国慶節の連休がもたらす消費メリットを享受するはずだったが、訪日への期待は大きくしぼんだ。中国人観光客が国慶節の連休に日本より他の国に行くとすれば、これから相当長い期間、日本の観光旅行を取り巻く市場は中国人観光客の減少によって冷え込む可能性があるとの見方を示した。おしまい。ということで、いやー、しかしここまで露骨にプロパガンダやっちゃうとはですね、特に最後の下りなんてすごいじゃないですか。日本の観光旅行は中国人観光客の減少で冷え込む可能性があるだって、もう経済を盾にして脅迫してるつもりなんでしょうか。でもアホすぎてお話になりません。最初に出てきた宿泊予約サイトトリップドットコムなんてのは、あれも中国版の楽天トラベルみたいなもんなんでね、あんなところに個人情報を入れてですね、ホテルだとかなんだとかね、予約をするなんてもうとてもとても、ですから皆さんですね、
トリップドットコムは中国系の企業だということをインプットして注意して旅行をやってください。はい。で、そういえばマスゴミもですね、このプロパガンダに一枚乗っかっておりまして、時事通信はですね、処理水で訪日キャンセルも国慶節の旅行様子見、中国で反発の影響が広がる、それからテレビ朝日は訪日観光客に異変、ツアーの一部でキャンセルも中国反発、それからブルームバーグはインバウンド銘柄に冷や水、処理水放出に中国反発と、まあこんな見出しを打ってまして、中国様が訪日しないと旅行業界が大変ありよう的なことをですね、一生懸命書いてるんですけれども、安心してください、履いてますよじゃなかった、安心してください、訪日してますよ、全然もう大丈夫なんでね、それからそういった話をね、説明していきたいと思うんですけども、政府の観光局が出してる統計ね、これ2023年訪日外客数、出国日本人数ってのがあるんですけれども、今年1月の時点では訪日数がですね149万人、これは2019年比で、マイナ 44%、これ裏返すとですね、19年比で、56% だったものがですね、直近7月では232万人まで増えてきていまして、これは2019年比でマイナ 22%、 これも裏返すと、19年比で8割程度までですね訪日客が復活してきております。で、ここからが大事なんですけどもね、今見てるパーセンテージというのはコロナ前の直前2019年と比較してるので、どうしてもマイナス何パーという数字が出ちゃうんですけども、実はこの6月7月の値というのはですね、2017年の訪日客数の値ともうほぼ一緒なんですよ。つまりマスゴミは旅行業界はまだ本調子じゃないのに、また冷や水かけやがってって言ってるんですけども、データ上はすこぶる調子良かったねと言われていた2017年とほぼね同じとこまで来ているんです。だから現時点でも絶好調なんですよ。戻りきってないとか変なバイアスはかけないでください。もちろんですね、コロナ禍ではね相当なマイナスを食らってましたんでね、旅行関係者の財務体質もボロボロかもしれませんけども、でもね悲観することなど全くないです。安心して仕事に励んでくださいませ。それからもう一つ、2019年の訪日外国人ベスト5はですね、実は中国、台湾、韓国、香港、米国という順位になってまして、その当時の中国のね、2019年当時の中国のシェアというのはですね 36.8%、 そこに香港の 7.3% も加えると、いわゆる一つのねワンチャイナっていうんですかね、一つの中国のシェアはですね 44% にも達してまして、この状態でパツンと切られたらですね、旅行業界は相当ショック大きかったと思うんですけども、だからね、訪日客数の約半分近くがですねパツンといっちゃってるわけですからね。ただ今年7月の時点での中国のシェアは 13.4%、 そこに香港を加えてもですね 23% 程度ですので、今パツンとやられてもですね、たかだか 20% ですからね、今の日本であれば全然耐えられる数字です。それに実は香港、中国とね足並みが揃ってませんでして、実は8月24日に禁輸したものもですね、日本の食品ね、これ10特権に限定してまして、全面禁輸ではありませんし、香港ではですね8月25日以降もスシローが大にぎわいで行列を作ってたんで、香港の人はですねそこまで実は敏感になってないんです。おい、香港リンゴ日報ですね、白紙抗議の際ですね、あれだけ日本バックアップしてきたのに冷てえじゃねえか、その10都県も解除しろってね、そんな気持ちは1センチほどございますけどねまあその話は横に大きい。以上のことから中国政府がガタガタ言っても、香港含めても最大で 23% でも、おそらく香港は中国政府には同調しないと思うので、実際に中国のさじ加減でインバウンドね、こちらの旅行に影響が出てくるのはせいぜい 13% 程度です。もう間違いなく中国は戦略をミスりましたよと。コロナ禍で中国からの訪日客がね数字戻りきってない時に日本に行かせるのやめたってやったところで、影響はねこれくらいなんでね、もうふーんとしか思いませんし、それに今空前の円安なんで、他の国からね外国人がもうバッコンバッコン入ってきてる状態なんでね、正直中国のことなんて知らんがなって話なんです。それに国慶節って何ですか、中国はこんなにも滑稽な国ですって、そういう反省する日ですかそれならちょうどいいですね、自国でしっかり自分たちの滑稽な姿を反省しておくんなさいまし。さて、お次は日本全国に殺到していた中国からのいたずら電話が予想外の展開で収束に向かうかもっていう話を、中国共産党系メディアの環球時報より見出しがですね、社説、東京の悪意を警戒せよということで、本文を翻訳しつつ抜粋して読んでいきましょう。ここ数日、86で始まる嫌がらせ電話が日本にかかってきたと日本自身が主張し、中国国内の日本施設に投石が行われたと報じられたため、
岸田首相は中国政府に対し冷静かつ責任を持って行動するよう強く要請すると自ら言いに来た。なんすかこれは、こっちが嘘をついてる体ですか。あまりの驚きの解釈に僕は顎が3回外れました。もう顎今からはめましょうかね、カチって感じだよねと。で、日本の外務省はこの件で中日中国大使を召喚、林外務大臣が嫌がらせ電話を問題にし失望だと表明し、西村経産大臣も大変遺憾であり憂慮すると述べ、人命がかかっている病院にまでかかってきた電話もあったと深刻な様子で語ったが、日本の政治家の多くはセンセーショナリズムが苦手ではない。ああなるほど、そういうことね。日本の総理も大臣も大げさに騒いで大使を先導してると、そんな風に言いたいわけね。さすが韓国の宗主国です。先導する立場を分かってらっしゃると。で、日本政府は陰湿に中国を叩くだけでなく、国際社会の関心が汚染水から日中外交問題に移っていることを示し、中国にいじめられる被害者に仕立て上げて、日本が同情を買おうというのだ。東京の思い通りにさせてはならない。これを聞いた足立恵美が同情するな、金をくれって言ったとか言わないとか、いや言ってないと思いますけども、なんかあれかな、嘘も100言えば真実となるって話をですね、鵜呑みにしてやってんでしょうか。もうわけわかめてありますよと。で、日本側が拡声器を使って中国側に在中邦人や日本航空の安全を必ず確保するように要求し、米国や西側メディアがそれに追随して中国社会を反日とレッテル貼りをする、なんともすっとんきょうな意図が見え隠れすることはすでに誰の目にでも明らかではある。すっとんきょうの今日の字はキョンシーの今日から来てるんでね、いらんこと言わん方が身のためだと思いますけれどもと。で、中国社会が憤りを覚えるのは日本国民を標的にするのではなく、強引に海洋放流を行った日本側の身勝手な行動である。東京はそのことを十分承知していながら自分たちに対する非難を盗み、それを一般の日本人に転嫁し、両社会の人々の対立を煽ろうとしている。は？環球時報の社説って山本太郎とそっくりですね。このロジックが逆回転してるようなパレルワードの全能感がもうほんとすごいですよねと。で、中国側は責任ある態度を取り、この事態に対処するために取った処置は合理的かつ妥当なものである。しかし今日本側は欧米の凶暴と庇護に頼って明らかにこの事態に乗じて中国に汚水を浴びせようとしている。うん、そうね、凶暴は図ってないけども汚水ぐらいは浴びせたよね、共産党の野郎どもにと。で、この問題の本質は日中の紛争にあるのではなく、日本が全人類を危険にさらす悪事を働いたという事実にある。政治的な策略によって国際社会の関心をそらし、海洋投棄そのものの有害性や日本側が負うべき歴史的責任をないがしろにすることは決して許されない。いやだから、てめえんとこが経済ズタボロで国民が爆発しそうになってるということでね、関心を外に向けさせてガス抜きでも測ってんだろ、マジで迷惑極まりない連中ですよと。で、日本に誘導されないようにいくつかの方向で警戒をすべきだ。あ、そう。で、3つの注意点がございまして、第一に、この闘争の焦点をずらそうとするあらゆる行為や行動に警戒すべきである。これは日中間の闘争ではなく、海洋生態系への安全を守るための権利と利益をめぐる闘争である。この闘争は中国と日本ではなく、環境を大切にする世界中の人々と大きな環境リスクを引き起こした日本政府と東電にある。え、何何？海洋生態の安全を守るための権利と利権の争い？はぁ？今まで散々払うゴミの海洋投棄だとかですね、工業用水、それから工業化学物質を垂れ流してきた中国がどの口で言ってんだろうね、正気ですかと尋ねたいですと。それから第2に、日本の原発汚染水の問題については誤解を招くような中国孤立主義に注意すべきである。日本政府は現在国際社会の指示を作成しブロックしている。日本政府の傲慢な態度は深刻な見当違いである。別に僕らは中国が孤立してるなんて思ってないし、孤立しろとも思ってませんよ。韓国の連中と一緒にタッグを組んで勝手にやろって思ってますんでね、ご心配なさらずに。ああ、それとね、北のロケットマンも入れてね、三者で仲良くやってくださいと。で、第三に、中国社会で極端な感情を煽るような発言には特に注意が必要だ。単刀直入に言えば、東京はおそらく誰よりも中国において日本人が攻撃されることを望んでいる。はい？何この被害妄想。米国や欧米の反中国分子も中国を注視しており、そこにつけ入る隙を見逃さないだろう。日本側のいわゆる安全保障上の脅威は自作自演な要素があるのではないかとの見方もある。そのような背景から有利になるようなこと、あるいは利用されるようなことに特に注意を払う必要がある。私たちが国際道徳の高みにとどまれば、日本の政治的戦略の行き場はなくなるだろう。
おしまいということで、この記事長文につきところどころすっ飛ばしております。全文知りたい方はガンリンからご覧ください。はい、もう異常なくらい長々しくて、もう白々しい主張をしつつもですね、最後の最後にちょっとだけね、軌道修正を入れてるあたりがなんとも中国らしいなってね、そんな感じがいたしますけどもね、東京は誰よりも中国で日本人が攻撃されることを望んでるだとかね、安全保障上の脅威には自作自演の要素がある、それに利用されてはダメだとの言い分で直接は書いてないんですけども、日本に付け入る隙を与えるから痛手に増すなと、それこそ相手の思うツボだってことをですね、こうやってまるで暗号文のように書いてくれましてね、もうほんと疲れますわ。まあでも共産党系の新聞がこんな風に書いているんですから、痛手に関しては収束する方向なんでしょうかね。痛手にして喜んでるね、動画がもう中国国内にバン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 拡散されていて、意識が日本に向いてるうちはね、まあこれはこれでいいんですけども、一歩間違って共産党に向かっちゃうとね、今度は共産党の関連施設に痛手がバンバンかかってくる、そういったね恐れもあるので、今のうちにもう目を摘んでおかないと中国国内がやばいでんっていうのがですね、奴らの本音だと思いますが、今日も話が長くなりましたので、これくだんして最後はほっこり謎かけて締めたいと思います。夏といえばこれとかけまして、中国に冷たい視線届きます。その心は冷やし中華なんかうちの近所に冷やし中華の有名店があるらしいんですけどもね、ものすごい行列を作っていて、でも個人的には冷やし中華ってどこで食べても冷やし中華でしかないよなって、そんな風にも思ってるんでね、なかなかそのお店には行ってないんですけども、こんな炎天下にまで並んでてどんな冷やし中華なんでね、ちょっぴりねなんかいろいろ思うところはありますけれども、本日も面白かったためになったとかですね、チャンネル登録、いいねボタンの方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ささやんでした。